まず審査員を紹介する。え、絶対自分の息子に甘いやつやん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんか今スタンプでさ、初めてのび太の家を大きくしたって出てきたんやけど、なんかでかくなったわ。え、全然でかくなってなくない？え、なになになに？え、でかいでかいでかい。増築が終わったぞ。これで中に入ったらでかくなってるってこと？どういう仕組み？え、でっか。本当に大きくなったね。一人で住むにはでかすぎん。絶対これ家族用やん。中に入ってみるか。今中から出てきたんですけどね。あー、でかくなってる。キッチンがついてる。あ、だから料理もできるぞ。僕にできるかな。料理については俺は知らないから、料理案でも行ってみたらどうだ。あ、多分ね、レシピとかが売り売ると思うね、料理。後で行くよ。それじゃあ、それじゃあ俺は帰る。すげえすげえ、キッチン。冷蔵庫とかはもう最初からつけてくれとる感じな。やったね。あ、でも一応なんかこの、まあ、今までの牧場物語シリーズは、鮮度っていうのがあったんやけど、このドラえもんのやつでは、一応、この食べ物とかの鮮度は落ちん仕組みになっとるらしい。ちょっと待って、私、模様替えしたばっかりやのにさ、なんかめっちゃ、なんかめっちゃあれやん。広くしてから模様替えした方が良かったやん。ちょっと、え、てかさ、あれないよね。どこ行ったよ、机。あった。のび太の机。でん。椅子をちゃんとした方向で置きたいんだけどな。ちゃんとした方向で置きたいんだけど我慢するわ。ってことはやっぱりこれは真ん中に置くべき。てかちょっと待って。は。あ、これであれやね。のびのびと、ちゃんと本棚が置けるわけですね。でも方向、実際違ったような気がするけど、まあ、気にするな。見えやすくだ、見えやすく。方向をちゃんとしてください。よいしょ。違うんい。はい。のび太、布団真ん中に敷いとったよね。うわ、めっちゃ広々してるやん。多分これ実際ののび太の部屋よりも広いわ。多分そんな感じよ。よいしょ。はい、こんな感じで。めっちゃ広い。いや、台所があるっていいっすね。めっちゃいいっすね。レシピとかないやろ、まだ。ですよね。ないよね。これで料理ができるようになって、ここに冷蔵庫。なんか冷蔵庫個性的すぎん。何？上についてるやつ。何？上についてるやつ。よくわからないものが付けられているんだけれど。よし。それじゃあ。それじゃあ、今日も水やりをしましょう。よいしょ。ちなみに今日は、あれなんだよ。じゃーん。今日は鶏コンテスト、育った鶏を競うコンテスト、愛情を持ってしっかり育てよう。場所は原っぱ広場で、時間は10時から18時ってことやけん。じゃあ後からね、うちのコッコちゃんを連れて、コンテストに出てこようと。まあ、ちなみに、買ったばっかりやけん、何も期待はしていない。とりあえず、参加するために、用意したというだけだからな。よいしょ。ねえ、コッコたん。よしよし。とりあえず病気はしてないから、その点は大丈夫。お、花が咲いた。やっぱ絶対、一回通りくらいしかできんって。多少ね、夏に入ってから、こう、種を植えるまでにうろうろしすぎないけど、不審者ですか？種を植えるまでに、数日はかかってたけど、それでも、なぜ横行った？それでも、もうちょっと早く出来上がってくれていいと思うんだ。どんなんやろ、コッコちゃん直接手で持っていくの？
そういうわけではなく、とりあえず牧場におれば参加できるんかな、そのまんま。ちょっとよくわからないけれどちょっとよくわからないけれど、まあ、とりあえず10時からやったよね。ってことで11時になるけどいいかな。まあいいや、寝まーす。10時ぴったりじゃなくてもね。さーて、原っぱ広場に向かいますか。コンテストどんな感じなんやろ。ちゃんと様子わかるんかな、それともなんか一瞬で終わってしまうんかな。はい、来たよみんな。今日は誰が参加するの。みんな参加するの。あ、なんかこれ絶対一瞬で終わるパターンね。あー、でもちょこっと話すかな。あの、何？料理コンテストじゃないわ。あの、春の作物コンテスト。あれの時と同じ準備の仕方じゃない？なんか。あれと同じ感じかな。ん？ケン君参加するん？マジで？あ、そっか。鶏屋さんやけん。なるほどね。確かにそれは参加するか。え、あとは？なんか、最強コッコの力見せてやるぜ。やっぱりコッコなんやね。やっぱりコッコなんやね。あれかな。さあ、これで全員声かけた。なんか隣村とかからも来たりするんかな。今日はニワトリのコンテストの日だ。参加するか。します。コッコちゃんまだ0歳よ。みんなよく集まってくれたな。今からニワトリコンテストを始める。バーイ。まず審査員を紹介する。え、絶対自分の息子に甘いやつやん。病院の医師ロコット。ニワトリコンテストは毎回賑やかだね。うんうん、いい声だな。元気そうなのがよくわかるよ。これはなぜロコットさん。そしてニワトリ屋のヘレン。元気なニワトリがたくさんいるようね。さて、誰のニワトリが一番元気なのかしらね。これ絶対息子に入れるって絶対ひいきするって。そこ身内出ちゃいかんやろ。さて、次に参加者の紹介だ。隣町のネイバーさんとニワトリのエース。ネイバーさんまた来たわ。春の作物コンテストも来たのに。のび太とニワトリのコッコ。ケンとニワトリの最強コッコ。なにそれ、なんかうちのコッコの進化系みたいな。それ名前なん。参加者の紹介も終わったところで、これより審査に入るぞ。さあ、ロコットにヘレン頼んだぞ。どういう審査の仕方。なんかそういうの全然映してくれんよね。どういうことなん。やっぱり一瞬で終わったわ。それでは審査が終わったようなので、結果発表に移るぞ。まずは第3位だ。第3位はのび太とコッコでしょうね。でしょうね。あら、あんまり大きな声じゃないわね。毎日話しかけたら大きな声で泣くわよ。ほうけこっこーってね。来年は頑張ってほしい。次は第2位だ。第2位は隣町のネイバーさんとエース。ほら、やっぱりケン。大丈夫さ。少しずつ仲良くなれているようだね。これからもちゃんと話しかけてあげれば、来年はきっともっといい順位になるよ。惜しかったな。来年は1位を目指してくれ。最後に栄えある第1位の発表だ。第1位はケンと最強コッコ。このなんかドラムロールみたいなのも一切ないっていうのがね。おお、羽もツヤツヤしているし、これはいい卵を見そうだね。元気だし最高だよ。絶対餌とかだって自分とこのいいやつあげとるわ。最後に優勝者には記念トロフィーを授けよう。改めて優勝者に大きな拍手を。いやー、忖度がありましたね。確実に。以上でニワトリコンテストはおしまいだ。今年もいいニワトリコンテストだった。今年悪い結果だった人も来年頑張ってくれたまえ。それではまた来年。また来年か。初めてニワトリコンテストに参加した。スタンプゲット。さあ、とりあえず何時までやったっけ。食べ物屋さんはもぐもぐ18時から。よし、空いてる空いてる。おめでとう。
のび太くん。何何が聞いてよ、のび太くんの家にキッチンができたんだってね。あー、情報回るの早いっすね。そうそう、家が広くなったんだ。いいね。いいじゃない、いいじゃない。てか、人からもらった家を勝手に増築するというのは良いことなのだろうか。もらったというか、借りてる。のび太に料理なんてできるの？レシピや材料があれば簡単に作れちゃうよ。どうすればいいのか教えて。お願い。教えてよ。オイラにお任せさ。それじゃあ料理を教えるからお家に行ってみよう。僕にも教えてください。いいね。もちろんみんなで行こう。お、みんなをご招待。へえ、まあまあなキッチンだね。これじゃあ足りないかな。まあ一応これからはちょっとずつ調理器具とかも買い揃えていかんといかんね。調理器具があれば料理の幅が広がるから、足りなかったらいつでも買いに来てね。あ、そっか、調理器具もあっこで買えるんか。それじゃあ、とりあえずキッチンの前で A ボタンを押してみよう。そうするとレシピで作るか自由に作るか選べるんだ。どう違うの？それはレシピはその通りに作るんだ。で、その他は創作料理。自由に作るのは食材や調理器具を決めることで作り上げるんだ。レシピを持っていなくても作れる方法だね。じゃあレシピを買わなくても適当に組み合わせれば料理作れちゃうの？でもうまい組み合わせじゃないとダメな料理が出ちゃうんだ。僕はその料理嫌いじゃないけどね。どの料理かわからないけれど。それじゃあ料理はレシピの方がいいのかな。まあ、そっちが確実よね。それはみんなにお任せさ。とにかくレシピを使うと簡単に作れるのさ。いい料理ってどういうもの？食材がいいものだといい料理が作りやすいよ。よし。いい食材を集めて調理器具で料理を作っちゃおう。そうだ。ちなみに食材は冷蔵庫に入れていても使えるから、できれば冷蔵庫に入れておいた方がいいね。食材は冷蔵庫にいいか。わかったよ。ありがとう。いろいろ教えてくれてありがとう。まあ、その方がかさばらんもんね。どういたしまして。美味しいご飯作ってね。ありがとう。なんかさ、一個ぐらいさ、一個ぐらい、ただでレシピをくれてもいいんじゃないかな。いいんじゃないかな。罰は当たらないと思うんだけどな。とりあえず、よし。おらんやないか。え、なんでおらんの？今、営業中じゃないの？え？いないんですけど。どうしてでしょうか。え、だって22時までよね。あ、今日定休日？マジで？月曜日定休日や。なるほどね。あ、なるほど、定休日なのに追ってくれたんやね、あの時。あ、そういうことか。そういうことか、定休日でもあのイベントは起こるんだ。なるほど、なるほど。もう普通に営業しているものやと思ってたわ。てか定休日ばっかり私訪ねていくな、いろんなところに。タイミング悪すぎか。今私が持っとるやつは、まあ、ないから、あ、卵ぐらいかな。まあ、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんかすごいほんと広々したな。ね、手前の部屋も広がったし、奥も。多分これ1段階じゃなくって、まださらに段階重ねてでかくできると思うんやけど、頑張っていこう。材料集めとお金集め。